今日は小春ベースの日常じゃなくて、小春先生はどっか行っちゃったんで、先生呼んだんですけど振られましたなんかお前らより琴の練習の方が大事だ、琴の大事な練習があるってらしいんで言われちゃいました。今日はショーマベースの日常です相変わらず車屋みたいなことしてますね今日は、はい、日曜日なんですけど今日は俺のせいじゃないから、ね、今日は違います。今日は桃さん呼び出しました。俺はどっちかって呼ばれたっていうロックスライダー取り付けですね、80の。まあ、お客さん、あの日曜日休みってことで、一応日曜日。そんな、そんなの対応してくれるんですか？うん、あの自分の予定が空いてれば。なるほど。まあ、あの一日作業で。市販のロックスライダーを。そう、市販の、これであの単体で、スライダー自体は売ってるらしいんで、うんうんうん、今お客さんこれ持ち込みで、でも結構ちゃんとしっかりできてるね。これしっかりはしてますね。多分作るより買った方が安いんで。ああそういうことね。はい、でまああとは取り付け、まあ汎用品なんで、まあ取り付けのパイプがついてるんですけど、あついてんの？ストレート？はいはいはい。ストレートのパイプしかついてないんで、これこのままつけようと思うと、うんうん、当たっちゃうんですよ、このサイドシールに。ああそうだね。耳に直角で。うん、曲げるんで、あの取り付けるんで、なので、まあ、さっきからパイプを曲げてるわけですね。なんかパイプ曲げは全部もう現物合わせで、あ、これね、はい、高さ合わせながら、今まだ仮止めですけど曲げて、え、で、これ何フレームにつけてんの？フレームに、プレートをかまして、で、そのプレートにタップが立ってるんで、うんうん、で、ボルトで締める。あ、そういうこと、一応脱着できる形になってます。そういうことか、フレームにプレートを溶接、はいはい、して、そのプレートにボルトで、ボルトで止めてる、だから脱着可能ですよ、はい、ということですね。まあ、でも全部現物合わせですね、これは。そうね、はい、汎用品なんでまあ一から作るよりは短時間か分かんないけど、まあまあこの辺の時間節約はなるかなみたいな感じで、まあ、あの障害物がいっぱいあるんで、ああそういうことね、この辺が大変ですよね、というお客さんがわざわざ浜松あたりからやってきたという、はい、日帰り取り付けで、なんとか1日で終わらせないといけないんで、うん、本当はやりたくない1日でまあうん余裕持ってもらえると助かるよっていう話ですね。まあでもできるって返事しちゃったんで イエーイ、はい、なんかあの、取り付けを待ってる間仲間がいっぱいついてきたって話ですよくわかんないけどついてきて、あの待ってる間バーベキューができるっていう。どうすか、車見せたい人。車の紹介ですか。はい、車やめてください。え、ぜひ見せてください。今日なんかランクルがいっぱいいるんで。ランクル、なんですかね、まあ、マニュアルデフロック。あ、マニュアルですか。マニュアル、はい、僕と友達じゃないですか。ぐらい、これグレードは何なんですか。 VX です。前期 VX ですね。あ、前期の VX、はい。え、じゃあまたそのマニュアルの他に、僕のはパートタイムなんですけど、それはまた別ってことなんですかね、はい、選ぶの。また別です。渋いっすね。全然。え、渋い、めっちゃ渋いじゃないですか。全然。あ、前期だともしかしてこのフェンダーとかちっちゃいんすか。ちっちゃいです。前期は一番ちっちゃいです。あ、そうなんだ。全然違うっすね。なんかちょっと渋い感じでいいじゃないですか。じゃあまたあのカスタムされて、そうですか、登場していただけるのを楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。え、めっちゃでかいじゃないですか、この80。そうですね、翔馬くんと同じぐらいありますね。そうですね。え、翔馬くんより高いんじゃない。同じぐらい、同じぐらいですね。フロントが6ぐらいで、後ろが7ぐらいいってるかもしれないです。へえ。で、タイヤは今35インチ。はい、めっちゃなんかロック走ってる仕様ですね。最近遊び始めてます。あ、最近ハマってる。ハマってます、ロックに。はい、めっちゃかっこいい。僕のもあれですね、一緒で、これ前期 VX です。
あ、前期の VX で、これはオートマですか。いや、5速ミッション前後のマニュアル。マニュアルです。マニュアルいっぱい、マニュアルがいっぱいいるっていうのがまずすごい。マニュアルです、はい、マニュアルが3台も今日80いる。そうなんですよ。へえ。あ、失礼します。めっちゃ高いな、めっちゃ高いな。ショーマ君の車より絶対高いっすよね。ステップがあれか、ステップが違うからか。かっこいい。こんな感じです。いやー、これだったらロックいけそうっす。いやー、まだまだっすね。え、じゃあこれからあれですか、もっと上げる予定。いや、上げることはないです。え、上げることはない。もう上げたくないですね。上げたくないってのは何ですか。いや、もう高いぐらいですこれ。あー乗り降りが大変みたいな。そう、あと怖いですね、やっぱ車高が高いと。これが限界って感じですかね、僕の中では。え、じゃあこれからロック始めて、でもここ変えたいとかないんですか。いや、本当はアームとか全部変えたいんですよ。ああ、なるほど。高さは変えないけどアーム類を変えてって感じですね。いろいろやってみたいこといっぱいあるんですけどね、なかなか追いつかないですね。あと見てください、サイドバーはここで作りましたよ。ああ、これ翔真くんが作った。そうです、そうです。このロックスライダーも作った。これは別で、あ、これは別でつけてもらって、あのフェンダーのところはそうです、翔真くんが作ったということですね。なんでもここ車屋だからよくわかんないけど車屋じゃなかったはずだけど。あ、てかデジカンついてるっすね。デジカンつけました。デジカンついてる。モモさんの動画見てケンウッドのデジカン。え、なんでケンウッドにしたんですか。まあ安かったっていうのもあるんですけど。はい、あ、みんなでオフロードでデジカンで喋ってるってことですね。そうです。だから僕らみたいななんか知らない人と喋る、はい、あの変わった趣味じゃなくて実用的にデジカンを使ってるってことですね。はい、仲間内で。え、それなんですか、デジカンの存在って僕の動画とか見て知ったんですか。もともと知ってたんですか。もともと友達がやってて、あ、でいろいろ調べてたら YouTube で出てたんで、あ、変なやつがなんかやってるぞみたいな。これはもうやるしかねえなと思ってなるほど。そんな感じですね。え、でこうオフ行ってるってことですか、200で。そうですね、まあ激しいことはできないですけど、うんうん、一応足で 2.5 上げてます。 2.5 上がって、はい。まあでも 2.5 上がるだけでも全然違いますよね。そうですね、全然違いますね。普通の状態でいくとすぐなんか尻餅ついたりしますよね。そう、ケツが結構当たっちゃうんですよね。そうそう、ケツがランクルってノーマル車高だとケツが当たっちゃいますよね。はい、あとスタビ取って、うん、ああ、ふにゃふにゃにしてふにゃふにゃにしてロックスライダーつけてもらいたいなって思ってるんですけど。なるほど。ロックスライダーつけてタイヤもでっかくするんですか。もうそうですね、33インチぐらいは入れたいですね。入れて、そしたらめっちゃかっこよくなりますよね。タイヤでかくしてロックスライダーつけて、はい。まあ、ちょっと今回長く乗りたいんで、うんうん、まあ、ゆっくりいじっていこうかな。ああ、なるほどね、はい、いいな。これもう最終型っすよね。そうですね、最終型っすよね、この顔。最終型です。いやー、僕にはできないっすわ、こんな高級車買ってオフロード行くなんて。結構下回りボロボロっすよ。なんすか傷が。ああ、結構当たってるっすね。当たりますね。ドライブシャフト、はい、はいはい、あれがちょっと心配なんで。ああ、当たっちゃいそうみたいな。あのデフダウンとか入れたいですね。ああ、なるほどね。チャンポイント、チャンポイントがあった代わりに出る、代わりに出るチャンポイントのロックスライダーと綺麗な帽子です。綺麗な、なんかさっきボディ何回か板金してるって、どう板金してるって聞きましたけど。いや、あの多分気のせいだと思いますけど僕一回もぶつけずに綺麗に走ってるなんか、はい、ガチでオフロード行ってなんか何回もしかもなんか奥さんに内緒で行ってるってこの人聞きました。大丈夫かな、なんか言っちゃいけないって言ってNG。 あんまりリフィちゃんですいませんお願いします。そこの場ごめんなさい、リフィちゃんでお願いします。何インチアップですか。これだいたい5ぐらいですね。5なんだ。へえ。ボディリフトで2ぐらい。そうだね。で足で2から3ぐらい。ああ、なるほど。それでトータル5インチ上がってて、はい、で入ってるサイズはこれ35ですね。35入るんですね。え、これ何もこの辺なんかしなくても35インチ入ってるんですか。ここ切ってますね。ああ、やっぱそうですよね、はい、200系だとなかなか入らないですよね。そうですね。でオフセット、アルミもスペーサーで出さないと入らない。うん、スペーサーで出してでちょっとフェンダーを作ってって感じですね、
いやラジコンも面白いよ、あのね、実際オフロードやってるおじさんたちもラジコンもやってる人いるから、はい、でそのうち始まるカウンですか、あー分かんない惜しいですけどっていう皆さんでいつもあのオフロードに行ってるってことですね、はい、愉快な仲間とでも始まると200しかいないっていうのも変な組み合わせですよね、まあ、100系の PPW さんって人もいるんですか今日来れないみたいで、80と200っていう珍しい、ぜひぜひまたどっかで一緒に、はい、遊んでください、遊んでください、はい、よろしくお願いします、お願いしますっていう感じで今日はなんかランクルがいっぱい来たっていう話、そんだけの動画です